手裏剣戦隊、ニンニンジャー VS 特急ジャーザムービー忍者、イン・ワンダーランドは2016年1月23日から、東映系で公開された映画。特撮テレビドラマシリーズ、スーパー戦隊シリーズの、手裏剣戦隊、ニンニンジャーと、列車戦隊特急ジャーの劇場作品であり、スーパー戦隊 VS シリーズの一つ。キャッチコピーは、妖怪列車、出発進行。 行き先は、闇の終着駅闇忍者ランドへ、妖怪列車でこう、さらば、あっぱれ。手裏剣戦隊、ニンニンジャーと、列車戦隊特急ジャーのクロスオーバー作品であり、劇場版エンジン戦隊、ゴーンジャー VS 劇レンジャーから続く、スーパー戦隊祭の第8弾。ゲストとして、闇博士、マーブロ役に、南海キャンディーズの山里亮太が出演。舞台挨拶では、 山里の相方の山崎静代が本作品の応援団長として登壇している。本作品の完成披露試写会がコンビ活動を再開した南海キャンディーズにとって久方ぶりとなるコンビ揃っての公の場での出演となった。また、同年2月スタートの動物戦隊ジュウオージャーが放送に先駆けて登場する。ストーリーは特急ジャーの家に帰るという物語と ニンニンジャーの家族というテーマを組み合わせ、伊賀崎やパレが家に帰ってくるまでの物語としている。脚本はニンニンジャーが列車に乗る、特急ジャーが忍者になる、トカッチとカザハナが結婚するなどスタッフの話し合いの中で上がった要素から組み上げられた。例年の VS シリーズでは同じ色の選手がコンビを組むことが多かったが、本作品では色に関わらず、 キャラクターの組み合わせの面白さが重視された。特急6号、民の出番が少ないのは、演者である、長浜誠の舞台出演のスケジュールの都合による、ものである。また、特急ジャーの、初期メンバー5人の本来である、子供姿はエピローグのみ登場している。書籍、手裏剣戦隊、ニンニンジャー朝鮮集では、和乳道の封印の手裏剣を40個目とカウントして、おり、 本作品での出来事を、ニンニンジャーテレビシリーズの忍びの43から、忍びの45の間にあたるものと位置づけている。また、忍びの43に登場した、妖怪カルタの中には、和乳道が描かれた札も存在する。伝説の忍者に会えるという、夢の忍者ランドを訪れるため列車に揺られる、手裏剣戦隊ニンニンジャー。しかしその列車は、シャドーラインの残党、闇博士。 マーブロとイザヨイキュウエモンノが結託し、生み出された妖怪、ワニュウドウが操る妖怪列車だった。カズと、また一人とワニュウドウの幻に囚われてゆく、ニンニンジャーたちを謎の戦士たちが救う。それは、レインボーラインの依頼で彼らを救いに来た、列車戦隊特急ジャーだった。しかし、イガサキアッパレ、赤ニンジャーだけは、救出に失敗し、マーブロが、 支配人を務める闇忍者ランドに連れ去られてしまう。あっぱれの闇クローンである闇、赤忍者を作り出し、世界を闇で包もうと格索するマーブロ。闇クローンに忍ぶたり手を奪われた。あっぱれはほどなく消滅する運命にあるという。だがあっぱれは、助けてくれたライト、特急1号と共に迷わずその阻止に走るのだった。夢見る力イコールイマジネーションと、 忍ぶたりィの融合は世界を闇から取り戻すことができるのか。闇クローン、手裏剣戦隊ニンニンジャー、列車戦隊、特急ジャースーツアクターは出番が重複しない限り、ほとんどの場面で、それぞれテレビシリーズでの持ち役を担当した。特急1号は前年に引退した押川義文に代わり藤井融吾が演じた。監督はニンニンジャー、特急ジャー両作品で、 メイン監督を担当した中澤昭次郎、脚本はニンニンジ忍者メインライターの下山武人がそれぞれ担当した。下山は特急ジャーを執筆していないことやニンニンジ忍者テレビシリーズのクライマックスに集中するためにサブライターの毛利渡流氏が執筆することを望んでいたが、毛利は仮面ライダーゴーストへ参加したため叶わなかった。プロデューサーの竹部直美は テレビ朝日側などから下山の起用を希望する声が上がっていたと述べている。本作品では二大戦隊の主題歌は使用されていない。2016年3月23日発売。ブルーレイ、DVD でリリース。ありがとうございます。